横田めぐみさん、北朝鮮に連れて行かれてから42年。1978年11月15日、中学校1年生だった横田めぐみさんが、学校から帰る途中に、 ラジされて北朝鮮に連れて行かれました。先月はめぐみさんの55歳の誕生日でした。めぐみさんのお母さんの先きさんは83歳です。ラジされてから 42年になったことについて、早紀江さんは、日本の国は何をしているのだろうという気持ちです。家族は長い間辛い思いをしていますと話しました。 めぐみさんのお父さんは87歳です。去年から入院していて、毎日めぐみさんの写真を見ています。さけさんは一日も早く私たちが元気な間に 子供たちを返してほしいですと話していました。国連では14日拉致された日本人を返すように北朝鮮に言うことが決まりました。国連は 15年続けて同じことを決めています。世界の国は、北朝鮮が人間を守っていないことは問題だと考えています。